サイレントプライドは日本中央競馬界に登録されていた競争馬である。馬名は静かな誇りという意味である。主な勝ち倉は2008年ダービー競チャレンジトロフィー、富士ステイクス。半兄に2005年のエプソムカップを制した鈴のマーチがいる。2歳児の7月23日に行われた新潟競馬場での新馬戦が、 デビュー戦となり、一番人気に支持されたが、首差で二着だった。続く二歳未勝利では、桜メガワンダーを半場審査で上回って、デビューに一戦目で、初勝利を挙げた。しかしその後に、伊方田二歳ステークスに向けての調教中に、骨折して療養することになった。三歳児の三月頃に帰球し、四月二十二日の三歳五百万、した競争が、 復帰戦で4着となった。続く5月14日の3歳500万した競争を制して2勝目を挙げて、オープン馬となった。その後は、初の重賞挑戦となったユニコーンステークスで4着、自己条件の豊坂特別を制して3勝目を挙げたが、レース後にまたも骨折し、療養に入った。骨折明け初戦は3月のアクアマリンステークスだったが、 4番人気で制して4勝目を上げて、再びオープン馬となった。その後は、重賞戦線を走り、ダービー強チャレンジトロフィーで4着、新潟対商店は1番人気で2着、兄弟制覇が期待された、エプソムカップでは1番人気で3着となるなど、安定した走りを見せたが、勝利は上げられずに高級となった。しかし、 高級初戦のイサリビステイクスでアグネス・アークラを相手に制し、実装は札幌記念に出走予定だったが、馬インフルエンザの影響で開催が延期となり、延期されたレースでは2番人気に支持されたが11着で、デビュー12戦目で、初めて掲示板外の結果に終わった。レース後は休養に入り、復帰戦となったディセンバーステイクスをブラックタイドラを相手に制した。 この年初戦の中山金牌は一番人気に支持されたが7着続く東京新聞杯は8着と連敗が続いたが2年連続出走となったダービー強チャレンジトロフィーを4番人気で制して重賞初勝利を挙げた秋初戦は富士ステークスここも4番人気で制し重賞2勝目を飾ったそして後藤広樹に乗り換わって迎えた 本番、マイルチャンピオンシップでは6番人気だったが14着だった。この年は、東京新聞杯から始動、3番人気に押されたが、ブービーの15着に終わった。その後、連覇がかかった、ダービー協チャレンジトロフィーでは、人気通りの9着に敗れた。休養を挟んで、京成派ヨータムハンデキャップに出走したが、5着に、敗れた。その後、連覇をかけて、 富士ステークスに出走したが、終始後方のまま14着と大敗した。3年ぶりのダート戦となった、武蔵野ステークスでは16着と、との負けに終わった。そして2010年3月14日付で、JRA 競争馬登録を抹消され、千葉県香取市の北総牧場で乗馬となる。2008年度の JRA ブランド CF において、2007年、 ディセンバーステークス勝利時の画像が使用されている。近親にエリザベス女王敗勝ちのクイーンスプマンテがいる。ありがとうございます。